準備完了。準備完了。すごーい。準備完了。すごーい。準備完了。準備一。ライブスタート。まだまだ。まだまだ。行くよー。盛り上がっていこう。君を飛び込みしちゃうよ。秘められた私の力、エンドゲームよ。私に任せて。届いて私のハート。私に任せて。君を飛び込みしちゃうよ。のーのー、最高のステージだったね。ここまで力を高めて、なぜ勝てない。奴が動きを止めた。今だ。リストラクチャー起動。なぜだ、なぜ私を死なせてくれなかった。どうしてそんな殺してほしいみたいな言い方。君は難病を患っているんだったね。遺伝性の重く苦しいものだとか。だから肉体を捨てて生きたかった。違うかい。なぜそのことを。そのことは主治医とあいつにしか。そうか、お前は。私もとんだ道化だったというわけだ。そうか、なるほど。あんたの事情なんて関係ない。それは苦しい思いだってしてきたんでしょうけど。でもフフフ、甘いな、甘い。ヘドが出そうな甘さだ。さあ、私を捕まえるのだろう。さすがに晩酌尽きたよ。さっさとやりたまえ。終わったか。ええ、当面のところは。ですが、これはまだ糸口にしか過ぎませんよ。さて父さん、私はまだ聞きたいことが山ほどあるんだけど。お手柔らかにお願いしますね。もともと今日はおかしくなってしまった女王をどうにかしようと集まった反女王組織の同志、私たちの仲間だったんです。それがある時、方針の違いから
私たちのイクリプスと彼のディストラクションの2つへとたもとを分かつことになってしまいました。私たちがリスク回避と女王への影響力を考え、クロノグラフとアリスフィクションに女王修復の役割を分けたのはその後のことなんですよ。だから奴にとってアリスフィクションの存在はイレギュラーだったというわけか。そして君の存在もね。君がログインしているアバターは君と生き写しの生体情報を持っていた私の友人のものなんです。君たちがイクリプスに入る前、その友人と私はそれぞれがクロノグラフとアリスフィクション2つの仕上げをチサさんから引き継ぎ分担することに決めました。今日のようなものに知られてしまうリスクを考え、互いに離れた場所で友人はクロノグラフを、私はアリスフィクションネウの完成を急ぎました。ちょっと待って、同じ生体情報に同じ名前ってこと？そんなことありえるの？ええ、天文学的確率の奇跡のような存在です。ですがそれは確かに起こりうる事象であり、現に存在した。それが皆の歯車を狂わせていたんです。世の中には自分そっくりな人間が3人いるなどという都市伝説があるくらいだからな。ありえないと断定する方が非科学的だ。生体情報をセキュリティに使用するアリスの使用で、偶然同じ生体情報を持ち、あの日初めてログインした君をそのアバターへと押し込めてしまったのです。当時のログを調べましたが、女王は相当混乱し、結果君を不正ログインユーザーとして認識してしまったようですね。かくいう私も最初は君のことを友人だと思い込んでいましたからね。いや、今思うとお恥ずかしいやらゾッとするやら。あの日私のもとにメールが届いたんです。すぐさまクロノグラフを受け取るようにと。当時クロノグラフとペアリングされていた AI プロトネウの身に何かあった時、私のもとにすぐに連絡が届くようチサさんが準備していたようです。プロトネウ、私の名前がついてるってことは。ええ、君のいわば姉にあたる試作 AI です。君がアリスフィクションとして完成するまでの間、チサさんからクロノグラフを守る役目を任せられていました。ですがその身に何かあったということは、すなわちクロノグラフの危機。私も流行る気持ちを抑えて友人との合流場所へ向かったというわけです。ですがクロノグラフを持つ君があまりにもおかしな反応をするので、一度身を引き何が起きているのかを調べる必要がありました。そこにこいつを追う形で魂食いが現れたというわけか。ええ、おそらく偶然か運命か、あの時君とネウが同じ場所に居合わせたことでペアリングの切り替えが自動的に実行されたようです。そうか、あれって。それと君の今までの記憶障害は君自身の記憶とアバターに残る記憶情報との相互によって起こったものだと思います。そりゃ具合も悪くなるはずですよ。ええ、そのアバターに残っていた友人の記憶でしょう。あの時は君にもネウにも断定を避け、ごまかすような答え方をしてしまいましたがね。記憶情報が断片になって散らばってしまったのもそれと同じ例外処理ってことよね、多分。それじゃあアバターの本来の持ち主、あんたの友人とやらは結局どうなったんだ？それなんですが、襲われたということは確からしいものの、後のことは全く。あなたは私の本当の兄さんじゃなかったんですね。あの日、あの直前、現実世界の方でチサさんと友人は立て続けに今日の依頼を受けた反社会勢力の手で襲撃を受けたようです。
狙いはもちろんクロノグラフだが、彼らはそれを見つけられなかった。それはそうです。クロノグラフは本来の使用者のアバターと紐づき、常にこのアリスに存在していたわけですからね。それじゃあ結局、兄さんはどうなったんですか？それなら安心していいよ。彼は知佐ともども難を逃れ、その後陰ながらこっちの彼を手伝うことにしたのさ。じゃあ兄さんは無事なんですね。あなたはなぜそんなことまで？まさかあなたは。まあまあ皆まで言いなさんな。じゃこれ以上ヤブヘビになる前に退散しよっかな。あの個人、言いたいことだけ言って消えてしもうだわ。まったく食えぬやつじゃ。ねえ、なになに、何の話してるの？話せば長くなる。そのうちかいつまんで説明してやるよ。さて今後についてですが、君は偶然クロノグラフを手に入れたことでいろいろと苦労したり、それこそ危険な目に遭うことも多かったでしょう。ですが、もし君さえ良ければですが、君にはそのままクロノグラフを持っていてもらいたいのです。本来の持ち主である友人もきっとそう言うでしょう。そしていずれネウと共に女王を正し、このアリスをより良き世界へ導いてほしいのです。私もそれがいいと思う。うん、そうしてほしい。単に私がアリスフィクションだから言うんじゃなくて、今までずっとあんたっていう人を見てきたからそう思えるの。うむ、タルト一つで誰かを吊るし上げるようなやり方には脳を突きつけてやらねばならん。だがこの二人に任せておくには荷が重いんじゃないか。それにこれは俺たち全員の目標でもあったはずだ。そうでしたね。これは我々反女王組織の、いえアリスで暮らすフォークロアを含めた全ての人々が取り組むべき課題でしょう。でも女王を勝手にどうこうしようなんて運営がどう出るかしら。何、始まりの14人の中にも理解者はいるはずです。もしかしたら今までにもすでに誰かの支援があったかもしれませんよ。他にも今日の背後関係に他の反女王組織、それにアリスに根ざす様々な問題は山積みだ。ええ、でもその通り、私たちの責任も重大よ。改めてよろしくね。今日はどこへ行くの？まだ行ったことのない場所に連れてってほしいな。いろいろと大変な目に遭いましたが、なんとか無事に記念日を迎えられましたね。そうね、一時はどうなることかと思ったけど、無事にこの日を迎えられて嬉しいわ。今日まで一年間、ありがとう。私たち、今日で出会って一年経つんだって。でも、もっと長い時間を共に過ごしているような気がするわ。それくらい私たちは相性がいいってことよね。あんたのおかげで私は毎日が充実しているの。
きっと私だけじゃない、他のみんなもあんたの存在が力になってるはずよ。だからこれからもこのアリスのために一緒に走り続けてくれると嬉しいわ。よろしくね。私も一緒に頑張ります。ではこの決意と感謝を形にしますので見ててくださいね。えい！ちょっと何するのよ。相棒さんを3人同時に出現させてみました。これなら戦いも楽ですし、何より嬉しいですよね。早く元に戻せたい。1周年のお祝いはまだまだ続きます。これからも一緒に楽しみましょうね。私もあなたを全力で楽しませますから。私の情報の断片が集まって、私がフォークロアとして生まれた？まあ、細かいことは気にしないでいこう。